ありがとうございます。大変遅くなりましたが、昨年中はありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。今年は一人暮らしになる年で、4月から生活も変わりそうなので、こんなことやってみたいなっていう目標をいくつか立ててるんですが、今日はそちらについてちょっとお話ししてみたいなと思います。去年の3月に、コロナのワクチンを打ってからかなり体調が悪くて、何ヶ月も夜眠れなかったりとか、一番困ったのがブレインフォグといいますか、頭がちょっとおかしくなりまして、 MRI も撮ってもらったりとかしたんですけど、もうちょっとありえないようなミスをしたりとかいうことが続きまして、もう治らないのでね、仕方ないかなっていうふうに、ずっと過ごしてきたんですが、去年の11月ぐらいから周りがすごく変わってきてですね、そういうお話も今度動画でぜひしたいと思ってるんですが、9月から行き始めた大阪のお仕事の方が、実は辛いこととかまだまだあるんですが、仕事内容がやっぱりね、自分に合ってるんじゃないかなっていうふうに思っていて、ただですね、頭の状態がやっぱり以前のようには全然戻ってないので、小さなミスとか、ちょっと恥ずかしいようなミスとか失敗とかをね、仕事でそういうことがしょっちゅうありますし、YouTube の動画編集なんかもですね、前より膨大な時間がかかるようになって、おしゃべりとかもうまくできなくて何回も撮り直したりとか、この大阪の仕事、私の経験上結構な頭脳労働 で YouTube 動画の編集も結構頭を使うんですね。どういう展開でどういう風に持っていくかっていうのとか、やっぱり頭をかなり使うので、何にしても自分が思うように全然いかないので、なんとかもう少し頭がクリアにできないものかっていうのをずっと去年から考えていて、いろんなクリニックとかも行きましたし、あと漢方とか、サプリとか、食べるものをちょっと変えてみたりとか、ちょっと生活を変えてみたりとか、いろんなことを試したんですが、結局やっぱりね、頭にもやがかかっている感じっていうのは治らなくてですね。それでちょっと前置きが長くなったんですけど、結論から言いますと、今年1日1食というライフスタイルにぜひ挑戦してみたいなと今思っていて、YouTube とかネット上でも、書籍とかでもありますけど、1日1食にすることによって頭がすごくクリアになるっていうフレーズを、あちこちで見てて、空腹によるメリットがすごくあるっていうのをね、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、まず今までできる気がしなかったので、全然やろうと思ったことがなかったんですね。ちょっともう切羽詰まってですね、なんとかなるんだったらもう何でもやってみたいっていうぐらい、本当にこの頭の状態をなんとかしたい。今になってなぜこれをやってみようと思えたかっていうとですね、去年の秋ぐらいから気がついたんですが、味覚がね、かなり変わってまして、私はね、もう年のせいだと思ってたんですが、まずことごとく今まで食べてたものが何を食べてもあらっていう感じで、好きだったものがね、全然前ほど美味しくないんですね。私ラムレーズンのチョコレートとかすごい好きで大量買いをしてたんですけど、セールで大量買いしても1個食べたら本当に味がおかしくて、で息子に材料費が高騰したせいで中身が変わったんだろうねって、味が美味しくないっていう風にね、それ何回も言ってる自分に気がついたんですよ。そんなこんなで結構買いだめしたり、ちょっと高いけど買ってみてもあんまり美味しくない。
まあ、何食べてもそんなに美味しくないし、年取ったらこんな風になるのかなって思ってたんですけど、大阪の職場近くにお弁当屋さんがあって、すごく人気があって結構人がたくさん買いに来てるんですね。私そのお弁当がすごく美味しくなくて、それでなんで美味しくないのに人があんなに買いに来てるんだろうっていうのを職場の方に何人かの人に話したところ、私以外の方ね、みんなすごい美味しいって言うんですよ。それを聞いた時に、なんかこう今まで美味しくなかったっていうのが全部こう一つにつながったっていう感じがして、美味しくないのではなくて私の味覚が完全におかしいんだなっていうことに、まあ気がついたわけなんですね。昨年末になんとなくパソコン見てたら、南雲先生が動画にパッと出てきて、何年か前に流行ったなっていうふうに思ったんですけど、まあ、それが年末にパッと出てきまして、で11月からすごい不思議なことがたくさんあったので、まあ、それも不思議なことの一つなんですけど、パッと、来年これやってみようってひらめきまして、まあ、1日1食ってすごく辛いと思うんですけど、私は、まあ、あんまりグルメじゃない、まあ、美味しくても高かったらいらないっていうタイプなので、まあ、グルメじゃない。それとナッツとプロテインとか結構好きで、もうすでに食べたり飲んだりしてるっていうこととか、で、何を食べても最近そんなに美味しくないっていうこととかを総合的に考えるとですね、私は1日1食成功するポテンシャルが人より高いんじゃないかなと、ふと思ったんですね。で、これやるんだったらもう今しかないかなっていうふうに思って、まあ書かれてあることが本当だったとしたら、なんかすごいメリットがたくさんあって、私は夜も不眠症で薬を飲んで寝ても4時間ぐらいしかだいたい眠れないんですけれども、まあ、眠れるようにもなるんじゃないかっていう意見も周りでは結構あって、今年に入ってからこうスロースタートで、まあ、もちろん1日1食っていうふうにはできてないんですけど、それですでにもういくつも、わあこれ成功したらきっとすごいなっていう、こうベネフィットを発見してまして、私はまず体調とか頭の方をちょっとでも良くしたいっていう健康面から興味を持ったんですが、これによる恩恵ってそれだけじゃなくて本当にたくさんありそうなんですね。その話はね、もうちょっと続けてみて、どんな具合かっていうのを織り交ぜてちょっと掘り下げてお話ししたいなと思ってるんですが、まあ、メリットだけじゃなくて最大のデメリットが空腹で辛い、まあ、これを乗り越えられる方はあんまりいないんじゃないかっていう、結構辛いんで、まあ、これ絶対やらないといけないっていうものでもないので、自分ができるところに落とし込めたらそれでいいですし、あともう全然ダメで、やめるならやめるで、それはそれでいいと思ってるので、ちょっとでもこの頭の状態が良くなるのであれば、一回ダメ元で挑戦してみたいっていうのがあって、今頑張ってるところです。